はい、こんにちは。今回はディスオナード続きをやっていきます。彼は生きている。ありがとうコルボー、ありがとう。叔父はいい人よ。いつかそれを証明するわ。さあ、正当な理由でこうしたことは分かっているわ。でもお礼にこれを受け取ってほしいの。叔母の一人からもらった古い家宝よ。古い家宝、何だったんだろう。お金だったのかな。コインが結構ありますね。ルーンが5。ボーンチャームの装着変えていった方がいいかな。あ、でもこれはいつでも変えられるのか。だとすると、あれですね。その場の状況で付け替えた方がいいかもしれないですね。ホワイトラットの友。これいいかもしれないですね。戦士を外してホワイトラットの友にしておいて、衝撃波耐性。これあんまいらないな。戦士にしようか。まあ、いらないかどうかわかんないんだけど。で、能力ですか、どれか上げたかったんだな。ベンドタイムか。ポゼッションを、これ2にしたら面白いよな。これにしよう。いくついるんだろう。全部使っちゃいますね。じゃあこれやるか。少しの間人間のターゲットをコントロールできる。これやっとこう。レベル2では人間にもポゼッションをかけられます。他の人間の体内にいる間は不器用になり、ドアを開ける、物を運ぶといった基本的な動作しかできません。それだけできればいいと思うんです。ポゼッションから抜けた時、自分がどこに出るか、その辺がよくわかんないですけどね。さあ、ミッションはこなして、でテキストはいっぱいありますね。だからこの辺を読まないと、ストーリーのバックグラウンド、しゃべりでは何ですかね、語りきれてない部分を保管してるんだと思うんですよね。こういうのも読んでいきたいところなんですが、まあちょっと主要な目的として今やってるのはデスループまでの準備としてやっているので、まあこの辺はあっさりやっちゃいますが、はい。で、お金を先に使おうかな。奴らは完全に腐っている。これが通るなら、殺生伯爵と奴の主要な支持者全員を倒せることならん。ああ、上級監督官がその第一歩だといいな。それから、哀れなエミリーを見つければならん。母親が殺された時あそこにいたなんて、どんな気持ちでいることか。君が考えるより王女は強いと思うがね。うん、
もやったな。困難にもめげずキャンベルを倒してのけた。適任だと分かっていたよコルボ。キャンベルがいなくなり摂政伯爵に多大な損害を与えた。そして優秀な戦略家マーティンが戻った。摂政伯爵はダンウォールタワーで怯えてるだろう。ああ、それからキャンベルの日記忘れてはならん。これら暗号化されたページからエミリーの居場所と状況を知りたい。正当な継承者を据えられなければ我らの活動は無意味だ。急ごう。摂政伯爵がエミリーをどこかに隠しているのは確かだ。英雄として踏み出し執権をさらに強めるために彼女をいつ使ってもおかしくない。彼が早くエミリーを発見しなければ誰が女王を継ぐべきかで貴族同士の内紛が起こるだろう。そうとも、時間が惜しい。だが君は休めコルボ。上級監督官の日記の内容を解読し後で君に伝えよう。この人たちは基本的に左手で銃を撃つっていう設定になってんだな。いや、今はいい。少し片付けておきたいことがあるんだ。ウイスキーはいくらでもあるが、いいワインは入手困難だな。それは製造方法の問題？こういうところで練習できるわけだ。なるほどね。ベッドはあそこです。おかえりなさい、コルボさん。ただいま、リディアさん。スティルとウォーカーが数ブロック先を通る音が聞こえた。ここにいると怪しんでいるの。顔があんまり区別ないんだな、このゲーム。まあそれが面白いところでもあるけど。船乗りは沖合にいる怪物の話をするが、いいかね。この川には誰も話さない不思議な何かがいる。真夜中に水中が光るんだ。顔を見たこともある。顔？これもうすでに読んでても本は置きっぱなのかな。万力とかなんか、グラインダーに関しては音を出して敵を引きつけるとかそういうのがあるのかな。まったく君は大した男じゃないか。上級監督官の家へ行って彼を引っ叩いて。設計した道具は思い通り機能したかな。ここに立って君と話しているという事実がそれが本当だと証明している。いくつかの意味でな。ちょっと買い物したいんです。今できないのか。ここでこういう人たちをどうにかすることもできるのか。何かお役に立てるかな。はい、アップグレードを見せてほしい。購入クロスボウ、マヒーボルト、ルーンも買えるんだ。なるほどね。グレネードはいいとして、アップグレードしていきたいですね。コルボのピストルは
精度上がる。剣、剣は割と重要かな。あとは、スプリングレーザーあまり使ってないですが、ボーンチャーム容量もいずれはいるかな。今んところ剣がいいかな。これをまずアップグレードして、クロスボウ所持数はあるし、これは道中で手に入るかな。弾丸、ピストルかスプリングレーザーか、容量か、ボーンチャーム容量4つ、まあいざという時にピストルって手もあるけどな。でもチャーム容量にしとくか。300、いや600でこれだな。え、お、ピストル精度、ピストル弾倉の容量で、ピストルのリロードスピード、精度か。精度上げといて、いやー静かになればいいんですけどね、多分ならないんで。だったらボーンチャーム容量を、あーこれ一つ増やすだけか。じゃあピストル上げとくか。はい、こんなところで、じゃあおかえりなさい、コルポさん。よし、拾ってないものがあっただけか。いろいろ探索した方がいいのかもな。まあ、まずは寝てみましょう。次の章に進むんでしょうね。面白いよな。ちょっと思ってたよりだいぶ面白いんだよな。デスループへの期待がどんどん高まってしまいますが、マーティンは王政支持者たちと合流目前だ。そしてキャンベルの悲運は監督官たちの仲間割れを引き起こした。上級監督官の日記を解読すれば作戦上の機密を多く入手できるかもしれない。その機密には正当な王位継承者であるエミリー、カルドウィンの居場所も含まれる。エミリーはまあまだ無事に生きてるでしょうね。人質をすぐに殺してしまっても、しかも王位継承者となればその人質がいることがさらった側も利益になりますからね。下水道を調べる。
得。この独特なタッチがいいんですよね。いろいろ、まあ、技術革新とかもあるんでしょうけど、これなんかこうこのゲームは全体的に、まあ、テクスチャーとかもなんかアニメっていうかね、古い絵本っていうか、童話とは言わないけど、なんだろうな、英雄短物の挿絵調の絵になってるような感じがするんですよね。最近のあのスターウォーズのバッドバッチとか見てると背景はほとんど実写と変わらなくて、でキャラクターの絵だけ、まあ、カートゥーン調っていうかそういう感じになってますよね。アニメもいろいろ変わるもんだなと思ってます。国家はあなたを頼りにしています。あなたの防衛の対抗を崩しましたが、牛乳は配達された後、それだけで壁を築いて隔離しました。疫病は瞬く間に広がりました。ちょっと音量を調節してみました。どこか、あ、なんかあるな、ぽいな。コインとかこういうのは一個ずつじゃなくてまとめて拾った方がいい感じがしますが、ではコルボ、マーティンがもう少ししたら来るはずだ。妙な話を朝から持ち出すのは本意じゃないが、使用人が昨晩物音を聞きつけた。建物の下の排水溝を何かが通る音だ。多分ウィーパーだろう。かわいそうに病状がそこまで行ってしまったらもう望みはない。病と虫に蝕まれて動く死体だ。俺はそう思ってる。調べてくれると助かるんだが、詮索好きな警備兵が近くまで来ていないのを確認してほしい。ハッチへの鍵だ。使用人に行かせるべきだが、恐怖で死んでしまうだろう。ピエロの提案に興味があるなら、クロスボウ用の睡眠薬をもらうがいい。クロスボウ用の睡眠薬？
痺、クロスボウの麻痺矢じゃなくて。ゴールデンキャットなら知ってます。馴染みの店ではないですよ。特殊な装置を設計してやったんです。見たいって言うなら設計図だってある。結構です。お茶をお持ちしたのは同僚としてです。同じ過ちはしません。申し訳ない。俺はただ、いや、忘れてください。お茶をありがとう。提督の元に戻ります。知らせがあるそうです。なんだ、ちょっと気があるのか。コルボ、弾薬と武器は必要ですか？何か作ってもらいたいものはありますか？うん、この麻酔ボルトのことですよね、きっとね。それなら全く、今持ってるだけで十分ですね。感染してなんか状態異常、ゾンビみたいになっちゃうとか。一応細かく整理しておきましょうかね。この辺は本編っていうよりはちょっと、鳴らしみたいな感じなのかな。こっちじゃないですか。テレポートができるってことは上下移動もできるし、空間利用も結構できます。A 面だけじゃなくて上も気にして行動した方がいいっていうことです。おっと誰か。
かし誰かこっちに来ちゃう。つもりはないんだけどな。ちょっと待ってよ。ロードしよう。どうも自分なりのパーフェクトを目指しがちですね。割とあれですね、感知能力は高いです。これどうなってんのかな。気づかれたくないな。気づかれずにいけるかどうかだけ確認してやりましょう。めっちゃ気づかれる。ダメか。ここで聞かれる次の会議に、ここで開かれる次の会議には出席できない。というか二度と出席できないだろう。ここで起こったことは異常で、思い出すだけで吐き気がする。私たちの労働の成果を君のためにここに残していく。でも君が戻る頃にはネズミたちに食い尽くされているだろう。さよなら。ルーンを拾って、もう一つあったよ。リチウムも利用できるのは強いな。これ心臓が語ることって分かんないですけど、あのお姫様、
殺されてしまったお姫様の語りのような気がしますね。そういうわけじゃないのかな。殺してしまった。下水道に行ったんですか？あなたはきっと私の知るどんな方より勇敢なのね。監督官マーティンがお付きです。ハブロック提督と会われています。お話があるそうで。うん、セシリアさん。おお、やあコルボ。重要なことを相談。お金はどうなのかな。あ、ルーム2つ。これどうなんだろうな。ちょっとずつ上げていった方がいいのかな。暗視能力。あ、これいいな。暗視能力上げよう。レベルは2までなのかな？まあ今のところ。まだまだいろいろありますからね。いやー、これ、戦術というか、戦略が多様なんだよな。ちょうどハウンドピッツに招かれざる客が来ているそうだ。提督は君の手を借りたいそうだ。次の計画についてはその後だ。ちょっと念のためセーブしとくか。ゴルボ、マーティンは覚えているな。元監督官で、おそらくそのうちまた就任するだろう。助けてくれたことに礼を言う。お前は希望を与えてくれたんだ、コルボ。キャンベルの日記から必要なものが手に入ったんだ。お前のおかげだ。エミリーの監禁場所を探り出したんだ。ゴールデンキャットだ。よりによって貴族用の浴場だ。他の浴場よりはマシなとこだ。だが厄介なことがある。どうやらペンドルトンの一族が邪魔になるようだ。モーガンとカスティスという双子だ。奴らはエミリーを操っているだけでなく、我々が渇望している議会の票まで掌握している。そうだ、ペンドルトンたちは始末せねば。だが何より重要なのは、エミリーを無事にここまで連れ戻して殺生伯爵たちの処分が終わるまで保護することだ。ペンドルトンが鳩場で待っている。直接説明したいそうだ。俺もそれがいいと思う。ペンドルトン兄弟を始末する。後場でサミュエルに会い、上流地区に向かう。腐敗貴族ペンドルトン兄弟によってエミリーはゴールデンキャットに囚われている。双子。ややこしいなこの設定。ややこしいって言ったら悪いな。すごい設定がいっぱいあって面白い。
コルボ、ちょっといいか。コルボ、自ら伝えたかったんだ。いいか、実の兄であるモーガンとカスティスを殺すために君を差し向ける。ひどい人間だと聞いているだろう。言葉で表せないほど残虐だ。さらに私の兄は摂政伯爵の盟友だ。兄が議会にいる限り、奴が権力を強化するのを阻止するだけの票を集められない。最近彼らはコネを使って他人の財産を奪い取ることで評判だ。つまり退去させられ、疫病のせいで隔離された人々全員が疫病にかかっていたわけではないということだ。あらゆる手段で兄をいさめた。だが聞こうとしなかった。今晩ゴールデンキャットでいつも通りのランチキ騒ぎをするはずだ。衛兵隊がいるはずだから危険を伴う。さあ行け。気が変わる前にやってくれ。なるほどな。なんか依頼が、この次のミッションに関係する依頼がある人はこうやって突っ立っていることが多いのかな。はい、では先に進みましょうかね。次は浴場。どんな、なんかローマ時代のサウナとかを今イメージしてるんでしょうか。してるんです。準備はいいか、コルボ様。どういう感じなんでしょうか。準備ができたらゴールデンキャットに連れて行く。ペンドルトン伯爵を何度も連れて行ったんだ。本当さ。よし、行こう。お、いつもは被ってないのか。コルボ、できるだけゴールデンキャットに近づいてみる。そこから先は自分で行ってくれ。入り口はホルガー広場の近くだ。肝心なのは女の子、エミリーを安全に助け出すことだ。ヘンドルトンの二人がそこにいる。おそらく警備も大勢いるだろう。スラック上に聞けば中に入る手があるかもしれない。殺されなければの話だがここは彼の縄張りだ。彼とボトルストリートギャングたちはダンウォールウイスキー工場にいる。彼らは疫病に効くエリクサーを売っている。姿を隠しておくが、お前とお前が助けるお嬢さんを待っている。幸運を。エミリーはきっと大事な存在なんだな。コルボ、道を歩くときは気をつけろ。昨晩顔見知りが教えてくれたんだが、クラバリングに監視塔があるそうだ。お前がキャンベルを排除したことで摂政伯爵が震え上がったようだな。なるほどね。ヒント、アイテムは特にないと。あ、ボーンチャームもう一ついけるんだ。ウイスキーの瓶を攻撃すると爆発の威力が大きくなる。ホワイトラットを食べてマナに変えられる。強い灰。敵の矢やボルトの狙いから避けやすくなる。今そんな感じじゃないよな。あー、生命の水にしようかな。よし、今回はこんなところにしときますか。マップ的には同じ場所ってことかな。では、今回はここまでにしておきます。続きが楽しみですね。このゲーム面白すぎて。なんで今までやんなかったんだろうな。まあ、一人称でステルスってことにちょっと、
やりにくさがあるんじゃないかと誤解してました。はい、名作です。では今回はこれまで。そんじゃまた。